エブリデイ J リーグ日曜生配信やべっちスタジアム、月曜オールゴールズショー、火曜 J リーグジャッジリプレイ、水曜開催 J リーグ、木曜内田篤人のフットボールタイム、金曜 J リーグプレビューショー、土曜日曜 J リーグ欧州サッカー、ダゾーンで毎日 J リーグ。皆さんこんにちは、番組 MC の久瀬亮介です。そしてこの番組の応援解説といえばこの方、戸塚哲也さんです。こんにちは、FC 岐阜応援解説の戸塚です。今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてトリプル G からアシスタント MC が毎月来てくれますが、今回はレンナちゃんです。こんにちは、トリプル G のレンナです。今シーズンラストということで、しっかり締めくくれるようにアシスタント頑張ります。よろしくお願いします。はい、今日は絶対に泣かないでね泣きません最後ですけどね、よろしくお願いします。お願いします。さあ早速ですが、レンナちゃん、プレゼントがあるんだよね。はい、今回はトリプル G 全員のサイン入りユニフォームを1名様にプレゼントいたします。うん、今は私のサインだけですが、後日全員のサインも加えてお送りします。応募方法は番組最後にお知らせしますので、どうぞお楽しみに。はい、4期メンバーのサインということで貴重ですからね、はい、ぜひ皆さんご応募ください。さあそれではレンナちゃん、あ、畳んどったね、ごめんね早速番組進めていきますけれども、はい、今日の聞けはどうなってますか。はい、本日の聞けをご覧ください。聞けその1、すべての試合が終わって。聞けその2、今シーズンを振り返って。聞けその3、来シーズンに向けてとなっています。はい、最後の番組らしい、3つの聞けがありましたが、早速1つ目の聞けからいってみましょうか。はい、では聞けその1、すべての試合が終わってについてです。はい、これについてはですね、まずは試合最後の5試合というのが非常にポイントだと言われていましたが、1勝3敗1引き分けということで、まあ、記憶に新しいところだと、ね、本当に熊本にも目の前で優勝昇格を見せられました。そしてホームの、ね、最終戦もスコアレス、5000人以上が詰めかけてという試合も勝ちきれなかったということ、アウェーの八戸も、最後に1点返すのがやっとでした。そしてね、ポイントになったのが宮崎戦、アウェーでの敗戦なんですが、2度リードして逆転負けを食らった。そしてこの瞬間昇格がもう遠く遠く途絶えていったというね、試合になりました。唯一この5試合で良かったといえばホームの富山戦ですが、こういった試合がいくつできるかなというところがやっぱり今シーズンの肝だったような気がいたします。それでは最終戦の熊本戦をまずはダイジェストで見ていきましょう。ということで、これで今シーズンの全ての試合が終わりました。
非常に悔しかったし、この悔しさは絶対に忘れちゃいけないなと胸に刻まれました。ではれんなちゃん、続いてのキケいきましょうか。はい、そしてキケその2、今シーズンを振り返ってです。今シーズンの通算成績は12勝11敗5引き分けでした。 FC 岐阜の今シーズンの最終結果は6位ということで、J3 残留ということになりました。はい、非常に悔しい結果なんですが、それを受けて安間監督のコメント一部だけご紹介します。 FC 岐阜に関わる全ての方々に感謝します。昇格できず本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。 FC 岐阜に迎え入れていただき本当にありがとうございましたと、その他にも安間さんらしい、コメントたくさんありますので、ホームページなどでぜひご覧いただきたいと思います。それではここで最終戦直後の川西選手と桐畑選手のインタビューをご覧ください。まあ本当に今の感想は悔しさでしかないです。まあ、その相手がこう優勝とか昇格とかそんなんじゃなくて、ただこの試合に負けたっていうことが本当に悔しいし、もう1年振り返っても、結果この6位っていうことは本当に悔しさでしかないですね。まあ、なんとか 1-0 で耐えきれればよかったんですけど、まあ、そこで2点目奪われて、でもそこでいつもだったら今シーズン本当にもう終わっちゃうというか、なんだよっていう部分も出てくるけど、やっぱセットプレーでみんな戻ってきた時とかに、牽制1個取るぞとか、相原で1個取るぞとか、西、まあ、そうなんだろう、最後だからとかじゃなくて、なんか、まあ、そこに関しては、まあ、取らせられなかったですし、負けてしまったんですけど、まあ、そういう関係で、そういうね、本当に最後の選手がいるから、そういう声になるんじゃなくて、このシーズン通して、最初からやってたかったな、だけど、そのなかった部分が、この最後の試合、0-2 っていう中でも出たっていう部分は、ポジティブに、捉えて進んでいかなきゃなと思います。まあ、僕はやっぱキーパーっていう特殊なポジションで、まあ、僕自身も本当に、ね、監督、次変わりますけど、まあ、誰か分かりませんけど、その中で求められるプレーを出さなきゃいけないですし、でもやっぱり J3 で感じた部分としては、岐阜の選手は多分熊本の選手より、やっぱなんか失礼ですけど、うまいとは思うんですけど、でもうまさっていうものを出すための走りだったり、自分が1個抜かれてももう1回、すぐ立ち上がって2個目追いかけて、その選手にプレッシャーかけて、ちょっとでもね、下手くそな部分を取りに、なんか下手くそって言い方なんかも、この選手は失礼なんですけど、でもそれなんじゃないかなと、本当に、走ればいいわけじゃなくて、やっぱその、走行距離とかそういうのじゃなくて、その映像で見てて分かるように、あ、こいつら本気で取りに行ってるとか、あの迫力を、やっぱりもう、練習から、求めなきゃいけないし、できないやつにはもうけん、ね、お前 何しに来たんだよって、チームメートの横のやつが言わなきゃいけないなっていう、熊本の選手だったら、あんま選手分かんないですけど、多分ホームでやった時の選手のことが、今日メンバー入ってなくて、で、ちょっとキーパーの人と喋ったけど、やっぱり競争の中で今、ちょっと違う選手が出てるっていうのとか、あ、なんか見てたいい選手だなと思った選手でも、やっぱりこういうね、競争の中で岐阜にじゃあその競争がなかったわけじゃないんですけど、ただ本気で川西翔太のポジション取り行くとか、柏木陽介のポジション取り行くとか、甲斐健太郎のポジション取り行く、本田拓さんのポジション取り行く、俺のポジション取りに行くって、本気で挑んだやつマジ何人いいんだろうっていう、そこじゃないかなっていう、自分にその選手のプレーはできないけど、その人より僕はこれができます、チームのためにこういうのできますっていうのを何人出せるのかかなっていう、今年の課題だし来年の課題かなと思います。来年のホーム最終節は本当にこの今年この1万人超えるぐらいみんなが来たいって思えるようなサッカー FC 岐阜で作っていきたいなと思います。まさに心からの選手の言葉を聞いたなと、それが悔しさの上にあるインタビューだったというのは本当に
来シーズン以降はこうじゃない、笑顔でね、こういういいシーズンだったねと振り返ってもらえるようなシーズンにしなきゃいけないなと本当に思いました。でもね、心が聞けてよかったなというところも一つあります。さあ、れんなちゃん、お便りが届いているということで紹介してもらっていいですか。はい、北方町のつっちゃんさんから、はい、いつも楽しく見てます。戸塚さんに聞きたいのですが、はいはい、改めて何が良くなかったのか、調子のいい時と悪い時の試合の違いとかを教えてください。そして久世さんに質問です。久世さんが思う今年の MVP の選手はどの選手ですか。はい、ありがとうございます。まあ、こういったお便りが来ていますけれども、はい、まあ、でも振り返りは絶対しなきゃいけないですよね。そうですね、うん、ただ今のインタビューでね、はい、こういうことがやっぱり足んなかったっていう反省はね、うんうん、もうなんていうのかな、ストレスとしてなんか持ってたのかなっていう気がして、やっぱりその毎日のトレーニングがやっぱり少し、なんていうのかな、厳しさが足らない、うんうん、そんななんか印象を受けましたよね。なかなかトレーニングを見に行ったりとかできなかったんで、まあ、ゲームだけを見て失礼ですけどコメントをさせてもらってるんですけど、やっぱりそういう部分が、うん、この1年間通して、うん、選手一人一人が感じたことであるだろうし、うん、まあ、それを、来年はね絶対に、サボらないで、その辺は、うん、みんなが、しっかりと肝に銘じて、うん、毎日を過ごすっていうことが大事でしょうね、うんうん、今の戸塚さんおっしゃったことで僕も本当にね、練習見学って最後の方にちょこっとできるようになったぐらいで、はい、うん、全部見たわけじゃないんですけれども、やっぱりこう選手がなんとなくこう心残りを含んだインタビューになっていたっていうのが、うん、僕、うん、ファンサポーターとしてすごく切ないというか、もっとやれたのにって心のどこかで思ってるんだとしたら、やっぱりそれは今後ね、やっぱその、うん、トレーニングの本当に厳しさを知ってる選手もね、うん、中には多分いるんですよ、はい、でも今年に限っては、うん、トレーニングもなんだろう、これで大丈夫なのかなっていうぐらい、うんうん、なんていうのかな、こう選手にプレッシャーがかかってる、うん、さっき言ったその、レギュラーを取ってやるんだみたいな ね、はい、選手がやっぱり出てこないっていうのは、うん、なんとなくこう、うんうん、チームにそういう風がこう吹いちゃうっていうかね、うん、それはやっぱり良くないですよね。そうですね。これただ途中でも皆さんね、もう聞きたくないって思ったことかもしれませんけども、どうしてもやっぱりコロナの影響でというのがつきまとうわけなんですが、それもあってこう強度を求める練習がもしかしたらできなかったのかなと、本当にこう置きどころのない悔しさっていうのがどこまでもつきまとってくるなというのはあります。ただこう前半戦はね、それでも2位で折り返すっていうね、折り返し地点まではね2位で、はい、オリンピック明け、うん、でもっともっと積み重ねていいチームに仕上がってこなきゃいけないのに、それが今度逆になった感じがしましたよ ね、 そうですね。まさにそのなんとかなっていたうちに、中断期間で岐阜が仕上げるというよりは他のチームが仕上がっちゃったと、ね、いうところは確かに、はい、岐阜の方がどういうふうに、いいチームに仕上げていこうかっていうところがね、うん、なんとなくそのスタートでつまずいて、うんうんうん、で勝ちが来なかった、うんうん、そこからなんとなくこう、うん、まあ、安間監督もねこう悩みながらの後半戦だったのかなという感じがしますね、うん、ですからこう例えばこの試合を落としたからまずくなったっていうようなことという感じじゃない、そういう感じでは見なかったんですよ ね、 そうですね。確かに本当に振り返るのもきつかったんですが、うん、ただ良かったところをやっぱり見つけてね前に進みたいんですが、はいはい、これクラブ初じゃなかったでしょうか、川西選手が得点王になって、うん、これも言いたかったの、はい、得点王を取った、ね、選手がいるチームが6位なんてこと絶対ありえないんですよ、はい、もう一ついいですか、はい、吉浜選手アシスト王です。え、はい、ということは大体わかるじゃないですか、はい、そしたら何が足らなかったのか、うんうん、それ考えたらもう来年は、うん、やることが決まってますよね、うん、さっきの本当にハードワークかどうかわかんないですけど、うん、やっぱりもうやることがもう見えてるっていうのは楽ですよね。あとはその2人が、うん、維持してもらって、うんうんうん、また来年もちろん得点王でっていう形になれば、うんうんうん、そうですね、なんか良かったところがこうもう本当に手放しで喜べるものになっていれば、うん、順位はおのずと上がってくるんじゃないかなと思います。
さてまだまだ話足りませんが、れんなちゃん次行きましょうか。はい、はい、そしてここからは聞けその3、来シーズンに向けてです。来シーズンの FC 岐阜はどのように変わることが必要なのか、変わるべきなのかをお話しください。はい、たくさんあると思いますが、いや、ね、現場、というよりも僕がちょっと感じるのは、FC 岐阜自体がどんなチームに本当していくのか、もう僕も随分見てきましたけれども、まあ、監督が変わってサッカーの、まあ、毛色が少し変わる、そんなイメージはいいんですけども、FC 岐阜がどういうサッカーを目指して、もちろん下部組織も含めてですよ、でどんな、岐阜に愛されるチームにしたいのかっていうのがちょっとこう伝わってこない、その辺をねもう一度考えていただいて、来年はその違う FC 岐阜のスタートをね、期待したいですよね。もう戸塚さん本当に言い出しにくいことをズバッと言っていただきましたが、今回は言わせていただきました。本当そうですね。僕たちは一体何のチームを応援しているのか、中身がね、選手が変わったりスタッフが変わっても岐阜はこういうチームだから応援できるんだ、勝っても負けてもそれを支えたくなるんだと思えるような、クラブそしてチームになってほしいなと、そういうチームを僕も応援し続けていきたいなと思います。ただ、今シーズン、ね、4チームが J2 から降格してくるということで怖いですよ。松本山が、北九州、愛媛、そして相模原を帰りなさいということ、はい、プラス、ね、岩木さんが上がってきます、はいはいはい、まあ、普通に考えたらもう J3 注意のチームなのに、そうですよね、そのまた2チームですからね、厳しい戦いですよね来年も。まあ、本当正直に挑戦者であるということはやっぱり肝に銘じて、はいはい、2年連続6位ということはもう注意のチームだということを改めて見てですね、前に進んでいけたらいいなと思います。この収録の時点ではまだ次の監督ですとか、選手の入れ替わりについては分かりませんので、割愛させていただきますが、大きく花開く来シーズンにしてほしいなと思います。それではここで今日のクゼの1枚いきたいと思います。今日の1枚はこちらでございます。はい、最終戦が終わってですね、はい、もう日が暮れる中ですね、セレモニーを待つスタジアムです、遠くにね山が、夕日に照らされて、なんともエモーショナルな空間になっています。スタジアムには5000人を超えるお客さん来てくれたんですが、熊本戦の最終戦の上にですね、来シーズンなのかその次なのか分かりませんが、岐阜がこういった最後の試合を迎えられるように、祈りを込めて今日この1枚を選ばせていただきました。たくさんのご声援、甲子園図も本当にありがとうございました。これお便りが来てます、はい、一宮市の原ちゃんさんから、 ありがとうございます。クゼの1枚が毎月の楽しみになってます、本当ですか？J2 昇格が決まったみんなの映画の1枚を楽しみに、残り試合も全力で応援しましょう。それは撮りたいですよね。本当撮りたいですね。でもその場合クゼの100枚になってしまいましたからよろしいでしょうか。はい、そんなシーズンになるようにみんなで精一杯後押ししていきましょう。ではここで一旦 CM です。エブリデイ J リーグ日曜生配信、やべっちスタジアム。月曜オールゴールズショー、火曜 J リーグジャッジリプレイ、水曜開催 J リーグ、木曜内田篤人のフットボールタイム、金曜 J リーグプレビューショー、土曜日曜 J リーグ欧州サッカー、ダゾーンで毎日 J リーグ。さあここからはトリプル G の全力応援部のコーナー、よし元気にいきましょう。今回は今年の10月から FC 岐阜のスポンサーとなりましたモレラ岐阜とのコラボイベントについて、美咲ちゃんと若菜ちゃんが取材してきてくれました。はい、では早速見てみましょうか。はい、 VTR スタート。皆さんこんにちは、トリプル G の美咲と若菜です。今日は FC 岐阜とモレラ岐阜がコラボしたイベント、サッカーフィットネスが行われるんです。ここで久世さんと戸塚さんお二人に問題です。このイベントではある限定された方が参加できますが、その限定は何でしょうか？ヒントは、私たちトリプル G は参加できるけどお二人は参加できません。まあ簡単に年齢？おお、じゃあ宝くじ当たったことない人限定。夢を見よう。正解は女性限定参加でした。
私たちも参加させていただけるということなので早速行ってみたいと思います。楽しみ。モレラ岐阜プレゼンツサッカーフィットネス。サッカーをやってみたい女性、運動不足を解消したい女性、参加理由は何でも OK。 もちろん初心者でも大丈夫。経験豊富な FC 岐阜のサッカーコーチが楽しく丁寧に教えてくれるんです。サッカーの基本を学んだり、ミニゲームをしたりと、女性だけのサッカーで楽しくエクササイズができちゃいます。やばいですもん。難しいしかもこの日はなんと FC 岐阜所属の本石選手と小山選手が参加。イベントは一層盛り上がりました。今日はどうして参加されたんですか？体いつも普段動かさないので、体を動かすこういう企画があるよっていう風に聞いたので、ちょっと参加してみようかなって感じなんです。で参加しました。そうなんです。参加してみてどうでしたか？楽しかったですみんなでワイワイできるので楽しかったです。とても楽しかったです。楽しかったですか？大人とやるのは初めてだったので、なんかいろんなことが学べたりして楽しかったです。女性だけのフットサルでしたが、そういう点ではどうでしたか？なかなか、はい、こんなにたくさんの女性の方と蹴れることもないので、楽しく蹴れてよかったです。あ、よかったです、はい、プロの選手に教えていただくっていうことになったんですけど、どうでしたか？こんな機会もあまりないので、はい、優しく教えていただくことができて、はい、嬉しかったです。はい、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。とても楽しかったです。女子会みたいな雰囲気でとても明るくて楽しめました。ありがとうございます。楽しんでもらえてよかったです。モレラ岐阜さんが男性はもちろんですが、女性の方を特に応援されていて、 FC 岐阜も女性の方にサッカーを通じて元気になってもらいたいという思いが一緒だったので、今回女性の方が気軽に参加できるサッカーフィットネスを企画しました。これから参加したい方はどうすればいいですか？はい、このイベントは1月にも開催されます。来年1月15日土曜日、1月30日日曜日にはこのトレーニング成果が発揮できるモレラ岐阜プレゼンツレディースフットサル大会が開催されます。イベントに参加するとモレラ岐阜で使用できる500円券がもらえます。 FC 岐阜ホームページにて随時告知していきますので、ぜひチェックしてください。とっても楽しくて、サッカーは楽しんで、しかもお得な特典がもらえる素敵なイベントにみんなで参加しましょう。女性限定でこんなに集まるんです ね多かったですね。賑やかでしたね、うん、女性とね、なんだろう、サッカーやると、はいはい、こうぶつかったりするから、はい、ちょっとね男の人は照れますよね。わかります。僕もフットサルやった時、それ言い訳ですけども下手くそだったんで、上手い人いましたもんね、見てたらね。はい、また次回もあるということなんで、レンナちゃんも参加してみたら？めっちゃ楽しそうで参加したいです、ね、得意のアクロバットをゴール前で披露ですよ。すごいことになっちゃいますね。でたまたまボール当たってシュートに。めっちゃかっこいい、ね、ぜひぜひ体を動かしたいという目的から仲間作りまで幅広く、皆さんの次回の参加もお待ちしています。じゃあどんどんいきましょうか。はい、さあ続いては突撃ギフティのコーナーです。はい、今シーズン最後となりましたが、今回はどこに突撃してくれたんでしょうか。では VTR スタート。おやおや、なんか敬礼してましたね。そうか、年末年始特別警戒出発式にギッフィーが参加、メモリアルセンターですね。そうそうたる顔ぶれの中、ギッフィーもいつもよりピリッとしてますよね。ね、悪詐欺くんなんていうのもいて、そして一日署長のこと、すごいかっこいい方でしたね。一日警察署長の杉田隆平です。元プロボクサーです。年末年始防犯には気をつけて、そして交通安全にも気をつけてお過ごしください。
はい、ということで一日署長の方は元日本王者の杉田選手、ね、ボクサーね、はい、まあ、いろんなやっぱりそのいろんな生き方をしてきた人も年末をね、うん、等しく迎えるわけで、まあ、そうですね、うん、安全安心な岐阜の年末になるようにと、うん、岐阜も一役買ってくれたわけですね。いや、一日署長とかそれこそやってみたくないですか。そうですね、トリプル G メンバーみんなで署長だらけになりますからいいですか、それなんかせめてそこでなんか選抜選挙でもやってもらわないとちょっと多すぎるなということになりますが、ただね、岐阜本当に今年もいろんなところに突撃して、ね、うん、いろんなものを見せてくれましたね、来シーズンも元気に、そんな姿を見せてほしいなと思います。ではここで番組からのお知らせです。まずは冒頭にお伝えしましたプレゼントのお知らせです。トリプル G 全員のサイン入りユニフォームを1名様にプレゼントいたします。宛先はご覧のところまで。締め切りは2022年1月3日月曜日となっております。番組へのご意見なども添えてご応募ください。また FC 岐阜の最新情報については FC 岐阜オフィシャルサイトでご確認いただけます。ぜひチェックしてみてください。そして緑の話を聞けはインターネットでもご視聴いただけます。ウェブ動画では試合映像を使用していませんが、それ以外はそのまま見ることができますよ。試合数も少なかったということもあって例年以上に短く感じた、今シーズンとなりました。そしてね、4期生の活動もね終わりましたが、レンナちゃん1年振り返ってどうですか。本当に私も2年目なんですけど、うん、とてもいいメンバーに恵まれて、うん、毎回の試合がすごい楽しみで、うん、来年トリプル G も5年目になるんですね、うんうん、で多分メンバーとかも入れ替わっちゃったりするかもしれないんですけど、うん、変わらず FC 岐阜を熱くサポートして、うん、ファンサポーターの皆さんにも笑顔をお届けできるように頑張りたいなって思います、うん、いやすごいね、立派なこと言うの待って本当にあんなに泣きじゃくっていた重なるステージだったのにここでは泣きません、ね、でもなんか今レンナちゃん言ってくれた通り、そのどのメンバーになったとしても OG の子もほらスタジアムに来てくれるし、なんか歴史が つながり始めたよね、はい、うん、じゃあこの後も一緒に FC に応援していきましょうね。はい、はい、ありがとうございます。そして戸塚さんお願いします。はい、もう1年早かったですね。本当ですね。毎年、うん、この時期になると、はい、そういうことを思うんですけども、うん、スタートはすごくこう胸膨らましてね、うん、見て見出してて、うんうん、でだんだん最後になればなるほどなんかこう寂しい気持ちがね、うん、毎年あるので、はい、来年こそはねもうこの最後の最後、うん、にはねもう笑って、うん、泣いて、うん、ねお届けしたいですね。そうですね、毎年これも言ってるんですけど、戸塚さんが言ってることができてたら、はい、チームの順位は一つ二つは確実に上がってるなと。僕に監督やれってことですか。そうですねとは言えませんけども、ここではただでも本当になんか戸塚さんが向き合って、発してくれた言葉っていうのは今年も重かったなと思います。本当に今シーズンいえいえありがとうございます。ありがとうございました、ね、番組は今年最後ですけれども、タンメン戸塚は営業しておりますので、やってますよリニューアルしておりますので、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。僕もまたね、来シーズンどういった形で関わることになるかまだこの時点では分かりませんが、 FC 岐阜のファンサポーターであることは変わりありません。また新しいシーズンを迎えたその時にはぜひ一緒に FC 岐阜を後押ししていきましょう。それでは緑の魂をあなたに、緑の話を聞け。